下肢静脈瘤。最近よく耳にするこの言葉、知っていますか？なんだろう。足に水がたまるやつ。下肢静脈瘤、ね、足のここの静脈血管が膨れてる、そう瘤ができるね、塊がね、静脈がなんか静脈がなんか粉瘤みたいな粉瘤でよくありますよね、足血管にこうで何すの出っ張りがあるっていうの、そうこういう感じのこういうのね、なんか多分妊娠中になんか静脈が詰まりやすくなるみたいなのでなんか見た気がします。そうなんです、下肢静脈瘤は女性に多く年齢とともに増加していく病気、出産経験のある女性に至っては2人に1人が発症するというデータもあり、下肢静脈瘤はまだまだ認知はされていませんが実は身近な病気なんです。この下肢静脈瘤についてもっと調べるために金沢で唯一下肢静脈瘤を専門に扱う金沢静脈瘤クリニックを病院の協力のもと取材させていただきました。金沢駅から歩いて3分ほどの便利な場所にあるこのグレーのビル、ここが金沢静脈瘤クリニックです。院長の近藤五郎先生にお話を伺いました。先生、下肢静脈瘤ってどんな病気なんですか？教えてください。下肢静脈瘤ってですね、一般にはねコブができるというイメージでね皆さんご存知かと思うんですが、もう少し根本的なところに迫るとですね、こう静脈の、逆流防止の弁が壊れてしまって、本来心臓に向かって返さなきゃいけない静脈の血液が逆戻りして足に溜まってしまうと、これがね病気の本体です。人の体には2種類の血管があります。動脈と静脈。動脈は心臓から血液を全身へ運ぶための血管、一方静脈は全身の血液を心臓に戻すための血管です。心臓からの血液はまず動脈を通って足の先まで運ばれていきます。運ばれた血液は今度は静脈を通って心臓に戻っていきます。つまり足の静脈は立った状態では重力に逆らって血液を下から上へ送る働きをしているのです。この時静脈についている弁が働いて血液の逆流を防いでいます。しかし逆流を防ぐ弁が壊れて閉じなくなると血液は重力に合わせて下向きに落ちてしまい、古い血液は足に溜まってしまいます。溜まった血液によって静脈が膨らみコブのようになるのが静脈瘤です。これが下肢静脈瘤の特徴的な症状。足の静脈がコブのように浮き出たり、細い血管が蜘蛛の巣のように見えることもあります。老廃物を含んだ血がたまることで足のむくみやだるさ、また寝ている間のこむら返りなどの症状が現れます。重症化すると皮膚に湿疹や色素沈着、潰瘍などができて出血することもあります。実はコブがないパターンの方の方が、むしろ多いんじゃないかと。コブがないけれども中に静脈瘤があって足に古い血液が溜まってしまっているというような方いっぱい見えます。つまり、静脈瘤とは
静脈における、一方通行を守る逆流防止弁の故障ということですね。それが、病気そのものです。その結果いろんなものが出てくるというところですね。下肢静脈瘤は4つの種類に分類されます。一番重症なのがコブが大きく手術が必要な副剤型、そして即死型、網目状、蜘蛛の巣状です。コブはないけれども潜在的に静脈瘤にかかっている人は2人に1人いて、年齢や遺伝、立ち仕事、出産などが原因の一つとなっているようです。夜ちょっと眠れないぐらい痛みが出てきたので、以前友達がやっぱり痛み出たらお医者さん行った方がいいよって。子供を妊娠してからなのでもう20年以上の気になってはいたんですけど、痛みがなかったのでそのまま過ごしてきたんですね。はい、24、5の時に長女を産んだんですけども、もうその後すぐです。右足だけだと思ってたんですけども、ちょっと左足は症状出てなかったけども、ほらもうなんか隠れ静脈瘤って感じで、左足も、結構大きい、丸いのがあるよって言われて、で両方手術してもらったんです。はい、下肢静脈瘤の治療は症状によっていくつかの方法に分かれます。血液の逆流が軽い場合には硬化療法と弾性ストッキングにより治療が適用されます。硬化療法とは静脈瘤に対して硬化剤という薬を注入し、目立った静脈そのものを潰してしまう方法。弾性ストッキングは足を下から段階的に圧迫することで、むくみや余分な血液のたまりを予防する方法です。しかし逆流が重い場合はもっと根本的な治療が必要となります。その中でも金沢静脈瘤クリニックが得意とするのが、皮膚を切らずに血管の内部から治療する血管内治療、いわゆるカテーテル治療です。血管内焼灼術といってカテーテルを、挿入しまして、中のその血管の内側からですね、悪い血管を焼いてしまうと、高周波というのを当てて焼いてしまうということをやっています。カテーテルと呼ばれる細い管を病気になった静脈の中に入れて、内側から熱を加えて焼いてしまいます。焼かれた不要な血管は時間が経つと消えてなくなります。患者への負担が少なく、入院の必要もありません。そして金沢静脈瘤クリニックの医師はこのカテーテル治療の技術が極めて高く、常に技術とスピードが求められる現場で結果を出し続けています。その背景にはどのような努力が隠されているんでしょう。地元石川の下肢静脈瘤を専門に扱うクリニックのスペシャリストに迫ります。じゃあちょっと拝見しますね。そうですね、そうめちゃくちゃひどいという感じで、ここがね、ものすごくへっこんで、そういうことね。超音波で少し見ていきましょうか、これですね、ここにしっかりと静脈瘤がね、これあります。ちょっとですね、こういうところね。金沢静脈瘤クリニックの院長、近藤先生。下肢静脈瘤のスペシャリストとして日々患者さんと向き合っています。10代の頃、10代後半ぐらいからなんか少し足がだるいなとか、足がちょっとつるなと思ってたんですけど、でだんだん20半ばぐらいになってからだんだんその症状が少し重くなってきたかなって思いましたね。疲れやすくてだるくて、もうね、こむら返りが
10代の頃からあったというので、やっぱ体質的に10代から出る方は結構お見えになりますね。で、若くて筋肉がしっかりしてる分だけね、こむら返りになるとすごかったですよね、きっとね。やっぱもうしばらくはもう痛すぎて起き上がれないし、もうずっとこう足を伸ばしたり、こう自分でできる限りマッサージしたりして、もう痛みが引くのを本当待つ感じでしたね。もうずっと、あとはもうしばらくは痛すぎて全く眠れなかったですね。もう30分1時間もう起きてのざらになりました。その後は先生が診察するときに気をつけていることって何ですか？まあ、一番大事なのは症状を見落とさないということですね。まあ実際に見た目なんともなくても、診察をしてみるとね、ちょっとしたむくみを触知するだとか、まあ、そういった所見をね、見つつ、あと本人さんがね、どういうことで困ってらっしゃるかというのも、やっぱ丁寧に聞いていくということが必要だと思います。こちらの女性は痛みを感じるようになったので初めて診察を受けに来ました。はい、失礼します。はい、お待たせしました。よろしくお願いします。どういう時に痛みますか？年末からふくらはぎがずっと痛くなってきて、立ってても痛いですし、だるいんです。左足のふくらはぎがだるくて、で血管もかなりこう目立つので気になって、雑誌とか広告とかでここの病院のこと知ったので、どうか本当にその下肢静脈瘤っていうのかどうかもわからないんですけど、一度診察受けてみようかなと思ってきました。確かにこう表面のね、網の目状になるようなね、氷材型の静脈瘤がありますね。これね、血管の輪切りなんですけども、サイズとしては 2.5mm、はい、これが静脈瘤になる血管ですから、少しは大きくなってるんですが、そんな問題となるほどのサイズではないですね。副剤型と呼ばれるタイプでは、静脈の太さが4ミリ以上になって、かつ逆流があると手術が必要とされています。こういうのが集まってきて、これが、中心の、ね、心臓に変える大事な静脈にこう合流するところの、ここの流れを、ね、チェックします。ちょっとマッサージします。でたまにこう赤くなるのは逆流した時の所見で、まあ、こっち向きに流れなきゃいけない、ね、血液が、まあ、ここをね、この弁がちょっとダメになってしまって、逆流防止ができなくてこっちの方にね入ってくるとですね、足の方に古い血液が舞い戻ってくるというような現象ですね。納得しましたね。なんかすごくよく分かって、で結局左足がひどかったので、やっぱり左足を今手術をしようかどうしようかっていう時点なんですけども、そんなに心配はしてないです。患者様がどういった悩みでお見えになったかというところをまず第一に考えますね。患者さんの悩みにしっかりと寄り添う、それは医療機関としての重要な役割だと先生は言います。時々静脈瘤以外のやっぱ患者様をお見えになって、いわゆるエコノミークラス症候群、ね、肺塞栓になってしまったりするよね、息ができなくなるような元の、ね、血栓が足にあるだとか、そういう方を発見することもありますし、まあ、足がパンパンに腫れてるって言って全然違う、ね、内科の、ね、心臓や腎臓の病気であったりとか、お腹の、ね、癌で、ね、リンパ腺に転移していて、それで腫れてるんじゃないかというような、ね、それも調べた方がいいんじゃないかみたいな状態の方、そういう方はしばしばお見えになります。そこで金沢静脈瘤クリニックでは、総合病院や医療センター、地域の医療機関と連携を取り、下肢静脈瘤以外の治療が必要な患者さんには適切な医療機関を紹介しています。専門で、ね、見られる範囲というのはどうしても限られてきますけれども、さまざまな医療機関、ね、医療人として皆さん同じ志を持ってらっしゃると思うので、他の先生方と上手に連携をして常にコミュニケーションを取っておくことで、患者様いざという時に紹介することができます、ね、で我々のところで応急的にできること、あるいは最低限やっておかなければいけないことをきっちりと、処理をしまして、場合によっては救急車でちょっと行ってもらいますよということをして、すぐに治療が開始できるようにしていくと、ね、あるいはまあ手術が予定されているけれども糖尿病だとかね、そういう重症の病気があった時、ね、かかりつけの内科の先生とちょっとお電話などの連絡を取って、まあちょっとこういうような状況ですけどどうですかといってね、その指導を受けながら、計画を練っていくというようなことをやっています。まあ、医療機関同士はそれで風通しを良くしてしっかりと連携を取って、まあ、その一人の患者さんのためにみんなで治していくんだ。こ
ちらの患者さんは足に大きいコブができ、さらに痒みを伴う症状に悩んでいました。普通はですね、大体2ミリ未満ぐらいなんですけど、これ大きさ測ると7.4ミリで、ね、かなり大きくなるんですね。これ古い血液が、ね、逆流して溜まってこう押し広げちゃってるよね。で、仕事中にまず足がムズムズと痒くなってあれと思った症状が何ヶ月か続いた後、時々温泉行ったりして風呂に入る時に足に血管がポコポコと出ていると見た目もよくないじゃないですか。やっぱり日常生活に支障が出てきたということがあったもんですから、特に痒みが強い方ですので、そのコブ自体の周辺に溜まった血液で痒みが出ていると考えますから、そこを固めてね、適切に処理するところで処理することで、まあ、症状というのをね、大きく軽減できるというふうに、まあ、推察しています。症状も説明も丁寧に分かりやすく教えてくださいましたので、もう安心して任せられるなっていう印象です。患者さんの立場に立って不安を取り除くことが大事なんですね。その思いが診察だけではなく手術においても現れています。患者さんの不安を和らげ、長時間の手術による合併症を防ぐために迅速に手術を終わらせます。実際に手術にかかる時間を見てみましょう。終わったみたいです。お疲れ様でした。具合大丈夫ですか？はい、無事終わりましたからね。手術時間はわずか10分でした。本当に早いですね。手術が10分で終わりましたけど、いかがでしたか？痛みもなくすぐ終わったんで、ちょっとびっくりしてます。はい、ちょっとチクってする程度で、はい、麻酔の針を入れる時ですかね、その時だけで、あとは、はい、全然何も痛みもなく、はい、とても優しくお声掛けしてくださるんで、安心してお任せすることできました、はい、スタッフの皆さんも優しく、はい、迅速かつ丁寧に手術を行うことで患者さんの負担を減らし、日常の生活にすぐ戻れるようにしているんですね。でもどうやったらそんなに早く手術ができるんですか？最初はね、勉強したての頃は当然時間はかかってました。その時間にこだわるというよりは、一人の患者様が治療の結果に満足できるようにしっかりとした成績を出すというところをね、この患者さんをなんとか治すというところに主眼を置いてやっていますので、早さは後からついてくるものですね。やっぱり慣れてくれば当然早くなってきますけども、当初時間かかってでも丁寧にやっていた、という時の気持ちを忘れないように、常に心がけています。その結果として、5分10分でね、治療が終わるというふうになってきますけど、決して早ければいいというものではないと思ってますし、我々は、その技術の研鑽を積んできた結果、非常に手技が早くなってきたという、そういう流れはありますけれども、はい。10人に1人がなると言われている下肢静脈瘤、年齢に関係なく誰にでも起こりうる病気です。こちらの若い女性は先ほど手術が終わったところです。いや、でもすぐ終わったのと全然別に痛くなかったです。症状が足のむくみと膝裏の血管のちょっと色が気になってて、ちょっとスカート履くときに気になるなってことで、寝てるときに足がつったりとかはあったんですけど、痛いとかはちょっとよくわからなかったですね。お年寄りの方がなるイメージだったので、自分がそこまでひどくないかなとは思ってたんですけど、
終わった後すぐ起き上がっても着替えもできたんで、このまま普通にバスで帰ります。最後はクリニックのスタッフが術後の注意点を丁寧に説明しています。こちらもだんだんとなくなっていきます。大事なさってください。ついさっき手術をしたのに歩いて帰れるって驚きですね。近藤先生は手術の技術はもちろんですが、患者さんが本当に困っていることを聞き出すことが大切だと言います。それというふうにお決まりですか？いつぐらいからそういうのあり、この人は何で悩んでいて、何を困っていて、どんな病気が潜んでいるのかということをしっかり把握して、その人にとって一番いい方法というのを模索して、医療機関同士はそれで風通しを良くして、しっかりと連携を取って、その一人の患者さんのためにみんなで治していくんだというね、この人の病気だけを、見るというよりは、この人は困っていて、その後の人生にどういうふうに我々が頑張ることでいい影響を与えられるか、お手伝いできるかということを考えて、やっぱり人を見ていくというね、こういう姿勢が大事だと思ってます。そんな近藤先生には特に気をつけていることがあるそうです。やはり医者も、患者さんのニーズに、応えてこそというところがありますので、どういう用事で来たのかなと、何をどうしてほしいんだろうかなというところを、しっかりと傾聴するというところからがスタートだと思います。患者さんが、知識がないがために誤った方向の話をされれば、それを修正していくのも我々の仕事ですし、実際にこれで困っていて本当にそれが病気だということになれば、それに対して、適切な治療を案内するというのが我々の仕事です。では仕事のやりがいって何ですか？やはりこの手術がうまくできたっていうのがやりがいっていうふうになるんだろうと思うんですけれども、手術がうまくできたかどうかっていうところは通過点ですよね。その治した患者さんが喜んで幸せになったかどうかと、最終的にその人の人生において私たちが提供した医療がいい意味でプラスになってるかどうかっていう、そこが一番私たちのやりがいです。金沢静脈瘤クリニックは医療法人社団厚生会グループの一つ。現在東京、京都、そして石川にクリニックがあります。この厚生会の理事長を務めるのが岡本真一先生。血管内焼灼術指導医としても認定されている医師で、下肢静脈瘤の専門家として活躍しています。当医療法人社団は厚生会という名前なんですけども、健康の項に静脈の腸、静脈を治療して健やかな体になってもらうという意味を込めております。当グループはたくさんのドクターに、手術をお任せしているわけですけれども、どうしてもやっぱ手術というとですね、医師個人が行うものですので、手術主義にばらつきが出たりということが懸念されるんですけども、当グループではそういったことがないようにですね、研修教育システムをしっかりしていますですね、統一したやり方をして、医師によって手術の主義や、クオリティにですね、差が出ないようにしております。厚生会の研修システムは、医師の技術の上達はもちろん、スタッフ全員が同じ目的意識を持てるようにしています。もう心配ありません、安心して受けられます。患者様が手術を終え、すごく足が軽くなったと笑顔で帰られるのが、すごく私のやりがいの一つです。厚生会の医師に求められるものは何でしょうか？厚生会の医師には患者様第一主義の職人であってほしいと思っております。で、職人というとですね、自分の技術を極めて、そして何かを作り上げるという、イメージがあります。
で手術に関しても、まあ、自分の、まあ、手技を極めて、まあ、患者様を治すということにおいては、まあ、共通だと思いますけども、それだけでは、まあ、治療として不完全だと思ってるんですね。やはりその先にですね、まあ、その技術が果たして患者様を本当に幸せにするか、患者様が求めているものか、それをちゃんと考えて自分の手術がそれに役に立つということであれば、それに対して真摯に、まあ、あの治療に向かうということが必要かと思います。あとやはり、まあ、患者様に分かりやすいようになるべく難しい言葉は使わないですとか、本当細かいことになりますけども、例えばエコーね、ゼリーなどは結構温めておいてですね、まあ、こうヒヤッとするとね、それだけでもこうビクッとなってしまいますので、あの少しのストレスも患者様に感じないように心がけています。手術に関してはやはり痛みがないようにするということですね。事前に点滴から少しぼーっとする麻酔を使って、それで意識がこうふっとなくなった時にその痛い注射を終わらせてしまうと、そして目覚めた時は足の麻酔が全部終わっているという状態ですね。でそれで手術を進めていきますので、患者様はもう手術終わったことすら気づかないという方が多いですね。まあ、単に病気として治療するだけではなくて、やはり最終的には美しい足にすると、そういったことを必ず念頭に置いて治療方針を決めています。下肢静脈瘤の治療に挑むドクターたち、持てるだけの知識と技術を駆使し、専門分野の病気に真剣に立ち向かう。その上で専門の領域だけにとらわれず、常に幅広い見地から患者さんを総合的に診断し、適切な方向に導く。病気を見るのではなく、人を見る。彼らの名はスペシャリスト。私たちの暮らしに欠かせない人々。今日もこの街のあらゆるところで様々なスペシャリストが活躍し、世の中を支え続けています。